そうなんです。知恵の輪っていうか、はいはい、これがこの緑から赤いとこに来なければダメだという。はいはい、そう。何がどうできないんですか。これをですね、ここでも詰まってしまいますよね。詰まりますね。ね。はい。それで、これが、この紐がこっからついてるんですよね、根っこから。はいはいはい。こっちもですね。はいはい、はい。抜けませんよね。はい。まずこれ通らないですよね。通れへん。これね。これも取れない。こうもいけない。これを裏に通そうと思っても通らない。ギリギリのとこでね。はいはいはい、はい、あ、どうも。あ、山本名人でございましょうか。あ、どうも、はじめまして。あの、日本中央の協会の山本でございます。あの、はじめまして。金属の輪が、はい、まず緑色の玉の方にあります、はい、あります、はい、これを何とかして、はい、赤い玉の方に動かします、はい、で、穴は動きません、はい、でも紐がそれなりに緩みがあって、はい、長さがあるんですよ、はい、ここがこの知恵の輪の味噌でして、そういう僕らいろいろ考えますね。まずつながっている紐の中央部をかぶせます、うん、ここで両側の紐を引いてもらって、ちょんまげ頭のようにこういう形になります。この時点でこの鉄の輪を中央の輪を通してこれ持ってきます。ここの時点でこの輪を中央の木の穴から向こう側へ出します。で、こうなります。ここで初めてもう一回二つの輪を、これ置いてる。そしてさっき入れたやつを反対側から戻します。ここを出てきて一番最初の形になります。素直にこちらへ、真ん中の穴にこれを、これでできなかったら恥ずかしいですね、はい、10年のキャリアですからね。こうか、こうか、こうだね。ちょんまげできた。いつ死んでもいいですよ。